2011年大晦日、ライジンワールドグランプリ女子スーパートン級トーナメント決勝で歴史的な死闘の末に一本勝ちを収め、その名を日本中に届かせました。その後も常に挑戦し続ける姿勢は多くの人の心を引きつけてやみません。今日はそんな彼女のジュニア時代に迫ります。皆さんこんにちは、クビーソロンガーアスリートナビゲーターの田中大輝です。さあ、この動画ではトップアスリートのジュニア時代についてご本人の経験や感じてきたことをたっぷりとインタビューしていきます。早速今回お話をしていただくトップアスリートをご紹介しましょう。今回はこちらの方です。総合格闘家の朝倉環奈です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お会いしたかったですよ。いやいや嬉しいです、本当に、ね、ありがとうございます。多分初めて、初めてな気自分もしないんですけど、そうですね、初めてですかね。お仕事させていただくのもおそらく初めてですけど、す同じ空間には結構いたと思いますね。そうですね今年入って、はい、この1年、2021年はここまでいかがですか？そうですね、今年は1試合、うん、もうやらせていただいたんですけど、まあ本当にまだこういう時期の中で試合できるのは本当にありがたいなって、はい思ってるんですけど、まあ、ほんと結果としてはまだまだ満足いってないんで、今年はもっと試合したいなっていうふうには思ってますね。女子格闘技界結構力入り始めてタレントも揃い始めた感じありませんか？そうですね、なんか自分もこの女子の格闘技の波に乗れたんですけど、もう本当今ここまで来てまたさらに最近は女子格闘技盛り上がってきてるなって思ってます、ねね、レベルも上がってる感じありますか？そうですね、国内でもレベルかなり上がってるなって思いますね。もともとその格闘技、はい、女性アスリート格闘技始めようと思ったきっかけは、もともとは自分ちっちゃい時レスリングやってたんですけど、はい、そのレスリング始めたきっかけはもう完全にお父さんでしたね、うん、相当筋トレやってるお父さんですよねそうです、有名な、もう筋トレ界で有名な本当そうなんですけど、お父さんがもともと多分格闘技が好き で自分はレスリングなんて本当5歳ぐらいだったんで知らなかったんですけど、レスリング教室に行くぞって言って連れてかれて、それがきっかけですね。お父さんがレスリングを昔やっていて、当時やっていたわけではなくて、お父さんレスリングはやってなかったですね。やってなかった、はい、もともとラグビーとか多分やってたと思うんですけど、じゃあもう何も関係ないところで、そうですね、レスリングやろうって父親に言われた。はい、どう思いました？なんかでも自分兄がいて、はい、兄が4つ上なんですけど、その一緒に連れて帰ったんですよ、うん、で自分はまだ本当小学生にもなってなかったんで、こう楽しいことしかやらなかったんですよ、はい、で兄はもう普通のガッツリのレッスンがやらされて、その時に自分は楽しかったからやりたいって言ったんですよ。お兄ちゃんはどうだったんですか？でお兄ちゃんはそんな普通にみたいな感じだったけどまあ元やるならやるよみたいな感じで、そっから始めましたね。じゃあもう兄弟でレッスン教室通って、はい、そうですね。初めてレスリングやった時楽しかったって言ってましたけど、はい、なんで楽しかったんですか？その時はなんだろう、マット運動とか本当に多分小さい頃は好きになるのが多分一番じゃないですか。なんか本当楽しいことしかやらなくて、すごい好きでしたね最初は。お父さんはいろんな、ね、競技がある中で、はい、球技もあるラグビーもある中で、はい、まあ、格闘技好きでもいろんなキックボクシングさまざまな中で、なんでレスリング選んだんですかね？なんでですかね。でも近くにレスリング そのチームがあって、たまたま、はい、なんかそれで多分それがきっかけだと思うんですけど、でどんどん のめり込んでいった。正直最初はもう自分たちよりもお父さんがのめり込んでいった感じで父先行型で、そうですね、もうお父さんがどん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 レスリング詳しくなってて、で自分たちも必死でしたねついていくのに。苦しいとか大変だとか嫌だと思ったことないですか？もう毎日思ってましたね。思ってた、はい、でもなんで続けたんですか？なんだろう、もう最初はでも辞めるっていう選択は自分にあんまなかったっていうか、なんかそれは厳しいのが当たり前になっちゃってたんで、やるしかないみたいな感じでしたね毎日。辞める選択肢はもともとなかった？なんかもうお父さんもすごい怖かったんで、もう辞めるとも言えないし、うん、もうひたすらやってましたね。それ週何回ぐらい通うんですか？チームは本当入ったところの初めて入ったチームは週2ぐらいしか練習がなかったんで、うん、もうその練習がない日は家で毎日お父さんと兄ちゃんと3人でやってました。タックル練習、はい、もう家が
リビングタックルの。いやもう駐車場があるんですけど駐車場にもうこんな薄いマット引いて、もう傾斜もあるのにそこで練習ずっとやってましたね。はい、当時は吉田沙保里選手とか、はい、まあ、日本ねレスリング強かったですけど、はい、その選手は見てたんですか。もともとでもレスリングもそんな知らなくて始めてから知ったんで、まあ、でもずっと見てましたね。うわすごいなと思って。でも本当自分とはもう別世界にいる人間だと思ってたんで憧れるとかもなかったです。すごい人がいるんだ。でもなんかやっぱり、うん、本当にちっちゃい時はもうとりあえず1回勝ちたいなっていう感じでしたね。もともと負けず嫌いですか。負けず嫌いではあると思います。そのゴールドキッズっていうチームはどんなこうチームだったんですか。はい、そのチームはなんかあの高学年になって移籍して入ったんですけど、そのチームは本当に日本一強いチームで、あの本当強い選手が集まってて、男の子も女の子も同学年の子がみんな強かったんですよ。なんでやっぱり一緒に練習したりしてる中でみんな意識高くてすごいなと思ってそこに入りました。じゃあ初め行ってた幼稚園の時行った時は家の近所、はい、そこから転校した。そうですね、厳しいところですから。チームを、はい、どうして転校したんですか。なんかその勝てるようになってきて、うん、でそのやっぱり強い人と練習したいなっていうのもあったし、なんか本当周りのみんながなんか意識がもう高すぎて、こうなんかすごいなって思ったんです。がもうそんなでも軽いきっかけでしたね本当に。ここ行ったら意識が小学生高いでどんな感じですか。なんかもう練習 の, あのもうメリハリが全然違います。こっちのチームにいる練習行った時は本当なんかだらける人が一人もいないみたいな感じです。自分もう自分が強くなろうと思ってみんな練習してる感じでした。じゃあそのいい環境に行けてよかったなと思いながら、はい、そうですね、もうこっちここのチームでやりたいなと思って、で、はい、1日の朝倉環奈選手の小学校の時の時間の使い方ってどんな感じなんですか。そうですね、もともとのその、あの地元でやってた時は毎朝朝を走りに行って、はい、やっぱり学校行く前に、はい、で学校行って、で学校帰ってきて玄関上がる前にランドセルしょっとまま懸垂を10回やらなきゃいけなかったんです。10回5セット。どこに懸垂のバーがあるんですか。あ、それお父さんが庭に作っちゃったんですよ、駐車場の奥に。でなんかもう家の隣でできたんで、そこランドセルを背負ったままやれって言われてたんで背負ったまま。教科書多いときは大変っていう。大変です、本当に。でそれやって帰ってきて、でそこからまたお父さんが帰ってきたらまたみんなで練習して。あ、じゃあお父さん見てないところで懸垂10回。あ、そうです、そうです。でお父さん何時帰ってくるんですか。7時かな、7時に帰ってきてもそこからすぐ練習で、はい、で練習やって今度は食べるのもめちゃめちゃ食べろって言われてたんで、もうそれが一番嫌でしたね、食べさせられるの。具体的にどれぐらい食べました。ご飯3杯食べないと席立っちゃダメみたいな時とか。はい、でも小学校の時から。小学校の、でもともと食が細かったんで全然食べれなくて、で疲れてるじゃないですか、だからもう食べきれなくてなんかこうやって寝ちゃいそうになるんですけど、それも行儀悪いっつって、でもこんな早く食えっつって玄関の外を追い出されて、食べるまで戻ってくんなとかありましたね。じゃあお茶を持ったまま、はい、もうカーって夜なんで怖いんでめっちゃ急いで書き込んでピンポンピンポン押して食べたよ、はい何時ぐらいまでまあ練習をやって寝るんですか。でも寝るのもそんなに遅くなかったですね。10時ぐらいには多分寝てたと思うんですけど、でも今振り返るとあの時あれだけ食べててよかった。いや今思いますね、全てがあの時全部厳しくしてもらってよかったなって思いますね。でもレスリングの選手として、はい、まあ、日本一になりたいとか、はい、オリンピック出て世界一になりたいって思ったんではなく、途中で総合格闘技に行こうと思ったのはどうしてですか。はい、もともとその高校もレスリングで1回入ったんですけど、まあそこでいろいろ合わなくてやめちゃいましたね。だからもともとは本当レスリングでオリンピック出たいなってずっと思ってたんですか。はい、じゃあ1回ちょっとこうスイッチを切り替えなきゃいけない辛い時期もあった。いやそうですね、もうレスリングなくなったら自分なんもないなってずっと思って、その時は生きてましたね。よくやめましたね、それで。なんかもうそうですね、まあいろいろありましたね、もういいやってなっちゃいましたね。そこで完全にレスリングやめるんじゃなくて、はい、まあ格闘技やめるんじゃなくて、はい、総合格闘技、はい、女性格闘家になろうと思ったのはどうしたんですか。なんかもともとほんとずっとレスリングがある生活をずっとしてたんで、なんかやっぱり
何もなくなっちゃうじゃないですか、はい、なんかそのもう動いてないと気持ちも死んじゃうなと思って、でなんかもう趣味でもいいからなんか柔術やろうと思ったんですよ最初。あ、柔術、はい、ブラジリアン、あの、ちっちゃい時ちょ、つや先生ちっちゃい時から知ってて、あ、そうなんですか、で、はい、柔術の大会を小さい時に何回か出させてもらってて、あ、柔術なら楽しくできるなと思ってでまたこのジムに戻ってきたんですよ、はい、でそしたらそのジムの代表が、うん、なんかせっかくレッスンをここまでやってきたのになんかもったいないから格闘技でもっと華やかな舞台に立てって言われたんですよ。打撃なんて絶対やりたくないと思ってたんですよ最初は、うん、けどまあ本当練習していくうちになんか気づいたら毎日通ってましたね。へ、はい、誰かに憧れたとかなかったですか、こういう選手になりたい、まあ、全く格闘技知らなくて、うん、格闘技を知らないでジムに入ったんで本当ジムの先輩が一番憧れでした、ね、あ、もう身近な先輩が憧れ、はい、うわすごいなって、もう試合とかもやっぱ応援行くじゃないですか、うん、みんなすごいなと思って、だからそこですね、うん、初めてから憧れの選手ができました、勇気ある決断したんですね、じゃあ高校生前半で。そうですね、はい、そうでしたね。お父さんは何て言ってたんですか。んでも格闘技全然反対はしなかったですね。レッスンをやめることも、まあ、自分で決めちゃったんで、うん、まあ多分ショックは受けてたと思うんですけど、うん、全然反対はしなかったです。お母さんはまだ出てきてないですけど、はい、どんな方でどんな風に支えてくれてたんですか。お母さんがめちゃめちゃ優しくて、やっぱお父さんが厳しい分お母さんはめちゃめちゃ優しくて、お母さんにも何でも話してましたね、相談を全て、はい、今もめっちゃ仲いいですね、じゃあお母さんがいなかったらここまで来てないですね。いやそうですね間違いないです家全体がまとまんなかったお母さんいないと、はい、でもやっぱりその厳しいお父さんに育てられて、はい、とにかく食べなさい練習しなさいって言われたことは、うん、今の朝倉環奈につながってますか。いや間違いなくつながってると思いますね。もともと自分そんなに運動もできる方じゃないので、あの昔からそれ一本に絞ってもらえてたので、もう道がこうできてたっていうか。なるほど、ね、はい、今のまあジュニアアスリートの皆さん、はい、で朝倉環奈選手みたいになりたいっていう女の子たちに向けて、うん、お父さんとお母さんとの接し方とか、はい、家の中でこういう会話してこういう風な生活を送った方がいいよっていうアドバイスだったら教えてもらえます。なんですかね、でもやっぱり自分の家はお父さんが厳しくてお母さんが優しかったんで、こう頼れる人がいたんで、あ、でもそういう人がまあいる方がいいのかなって。やっぱりずっと 100% では多分入れないし、逆にストレスで嫌になっちゃうこともあるので、まずは本当好きになることが多分一番だと思うんで、その競技を、そこですかね。なるほどね。やっぱりこう幼少期の家庭での生活大事ですか。いやかなり大事だと思いますねなるほどね、はい、分かりました、どうもありがとうございました、はい、さあ、このチャンネルではジュニアアスリートの皆さんの力になるように朝倉選手をはじめトップアスリートの皆さんにインタビューを行っていきます。ぜひチャンネル登録そしてコメントもよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。朝倉選手どうもありがとうございました。ありがとうございました。